イグナツイ、ヤン・パデレフスキは、ポーランドのピアニスト、作曲家、政治家、外交官。巧妙なピアニストである一方、ポーランドの初代首相を務めたことで知られる。第一次世界大戦後に発足した、ポーランド第二共和国の第三代首相。使命はフランス語式に、簡略化して、イグネス・パデレフスキと綴られることがある。日本では、パデレフスキーとも表記される。 現在、ウクライナ領となっている、ポドリア地方のカンソンクルユフカ・クロヨロウカに生まれる。父親は、ポーランド貴族で、自宅の屋敷で、経済学者として働いていた。聖母は、パデレフスキを生んで、数ヶ月後に成去したため、パデレフスキは、遠い親族によって育てられた。パデレフスキは、幼年期から音楽に興味を示し、はじめは、個人教師について、ピアノを学んだ。 1872年、12歳で、ワルシャワ音楽院に進学し、グスタフ・ログスキに家政学を、ユリウシュやノータとヤンス・スリウィンスキにピアノを習う。1878年に卒業後、母校のピアノ科で教師になるよう依頼され、それを引き受ける。1880年に、アントニナ・コルサクブナと結婚し、間もなく、最初の子、アルフレトが生まれた。しかしながら、翌年になると、 長男の障害が判明し、10月にアントニナ夫人も亡くなってしまう。パデレフスキーは音楽に献身することを決心して、1881年にベルリンに留学して、フリードリヒキールとハインリヒウルバンに作曲を指示。1884年にウィーンに移り、ウィーン音楽院でレシェティツキに入門する。1885年から1886年まで、 シュトラウスブルク音楽院で教鞭を取った後、1887年にはウィーンでのデビューを果たした。いくつかの文献には、作曲とピアノ、どちらも大したことなかったとあるが、これは全くの間違いである。パデレフスキー上がって大変な人気を集めるようになり、その後の出演は大成功となった。パデレフスキーの輝かしい演奏は大熱狂を巻き起こし、 ほとんど異様なほどの長さにわたって、賞賛の的となった。パデレフスキーの成功は、1891年にアメリカ合衆国においても繰り返された。パデレフスキーの名は、たちまち高水準のピアノ演奏と同義となり、社交界が彼にひざまずいたのである。パデレフスキーは、万全の技術を身につけるのに忍耐力が必要なことを以下のように述べ、多くの人に記憶されてきた。 一日練習を怠ると自分にはわかる。二日怠ると批評家にわかる。三日怠ると聴衆にわかってしまう。ただし、ベルリンには、ブゾーニとコドフスキーがいたので、パデレフスキーの評価はそこまでにはならなかった。1899年にドゥローゼン団尺ン未亡人、ヘレナグルスカと結婚し、1900年以降は滅多に、人前で演奏しなくなった。その代わりに作曲家として、 それも主にピアノ曲の作曲家として有名になった。1901年にはオペラマンルマンルがドレスデンで上演された。1908年には演奏時間が70分を超える大作公共曲路環町オーパス24。24ポーランドを作曲。また、夫婦で社会事業や寄付活動も行った。例えば、貧しい農家の子女のために学校を開いたほか。 1910年には、ドイツ騎士団に対するポーランドの戦勝500周年を記念して、古都クラックフの住民にモニュメントを送った。また同年には、ショパン生誕100周年記念のモニュメントも建てている。1913年に、パデレフスキは、アメリカ合衆国に今日構え、サンフランシスコに2000エーカーのブドウ畑を所有し、ワイン製造業を起こしている。 首相となったパデレフスキの下でのポーランド共和国政府の公式写真が一時、世界大戦中にパデレフスキはパリのポーランド民族委員会の活動家となった。ポーランドは当時まだドイツ帝国やオーストリア・ハンガリー二重帝国の支配下にあり、この委員会は三国協商側から連合国側ポーランドの代表とみなされていた。パデレフスキは この組織のスポークスマンとなり、ロンドンにおけるポーランド回復基金など、その他の社会組織や政治組織を間もなく立ち上げた。1918年4月にパデレフスキはニューヨーク市でアメリカユダヤ人員委員会の指導者に会い、ユダヤ教徒を同権とすることと引き換えに、ポーランドの領土的回復の野心を支援してもらおうと、交渉を持ちかけたが失敗したという。 第一次世界大戦の末期、まだポズナニ氏と大ポーランド全域の運命に決着がついていなかった時期にパデレフスキはポズナニを訪れ、1918年12月27日の演説においてポズナニのポーランド人住民がドイツに対して武力放棄を起こすように呼びかけた。1919年に新生の独立ポーランドにおいてパデレフスキはポーランド首相と 外務大臣を兼務した。異性者としてパデレフスキは、ポーランドを代表して、パリ講和会議に出席した。任期を終えると、国際連盟ポーランド大使を務めた。1922年に、パデレフスキは、政界を引退し、演奏活動に復帰した。長い中断の後での最初の演奏会は、カーネギーホールでも要され、目覚ましい成功を遂げた。 やがてスイスのモルジュに転居した。1926年のユゼフ・ピュース月によるクーデターの後、パデレフスキは体制抑散法案に反対する活動家となった。1936年に反体制メンバーがスイスのパデレフスキの邸宅で署名を行った。この間、1929年にヘレナ夫人が心の病から社会事業を続けられなくなり、 1934年に亡くなった。米国アーリントン国立墓地に埋葬されるパデレフスキ。1939年、ポーランド祖国防衛戦争の後にパデレフスキは国政に復帰し、1940年にはロンドンにおけるポーランド国家評議会、すなわちポーランド亡命政府の指導者になった。今や80歳の芸術家が再び、 ポーランド回復基金を発足させ、財源確保のために何度か演奏活動を行ったのである。このような演奏旅行の最中に、パデレフスキは1941年6月29日の午後11時にニューヨーク市に隠しした。亡骸はアーリントン国立墓地に葬られたが、1992年にその遺骸がワルシャーに持ち帰られ、 レフ・バウエンサ大統領とジョージ・ H.W. ブッシュ、米国大統領が列席する中、ワルシャワ西洋ハネ制度の地下霊廟に埋葬された。メッシのところポーランドの大都市では、パデレフスキにちなんで、通りの名前が付けられている。ニュージャージー州パースワンボイの通りも、パデレフスキをた,たえて付けられた。ちなみに、ポズナニ音楽アカデミーの名もパデレフスキにちなんでいる。 ピアニストとしては一大巨頭であるパデレフスキも作曲活動では全く振るわなかった。例外的にパデレフスキのメヌエットとして知られる6つの演奏会用ユモレスクの第一曲メヌエットは演奏も平易であること、親しみやすい旋律からピアノ発表会などの曲目として人気がある。近年は日本人によるピアノソナタの録音がなされるなどメヌエット以外の曲も 再評価が進んでいる。その振るわなかった作曲活動も後期ロマン派から近代の橋渡しとしては成功したという見解もある一方、正規ロマン派から現代音楽の黎明期までを作曲家として活動するのは非常に困難だったから演奏家に転じたという見解もある。同時代を生きて同類の失敗をした作曲家にチェムリンスキーがおり似た評価を受けている。 ウォークオブフェームにあるパデレフスキの星、タキレンタロウは、パデレフスキの演奏を、ライブで聴いた初めての日本人らしい。1901年11月17日、鈴木キーチアテ書館には、先日東銀王州にて非常に有名なる、ピアニストパデフスキーを聞き去るこさすが上手なりされど、驚くほどの音楽者ならずショパンを弾くこと一番上手なり、ベートーベンを弾くことまず次第ピアニストで花くよき、 ピアニストなりとあった。滝連太郎のベートーベンを弾くことまずしと記された感想から36年後、ベートーベンの月光ソナタを放送リサイタルで披露している。放送リサイタルではパデレフスキが自分で用意した即興演奏の後に月光ソナタを続けて弾いている。野村アラエビスは演奏は巨人的な見事さであったが作曲は華麗で、 外面的であまり良いものはない。と評している。中村博子の著書、ピアニストという万族がいるでは、晩年のパデレフスキーの演奏がダメになったという記述が見られる。1936年に白黒フィルムでパデレフスキーの演奏が残されているが、指の速度が確かに落ちていても、風格のあるアゴーギクや美しいタッチは衰えはない。その演奏後は、すべての聴衆が、 スタンディングで拍手を捧げており、彼の人気と名声の大きさが伺える。ただし、この映像は映画、ムーンライト・ソナタのワンシーンとして撮影されたものなので、観客の反応などは演出されたものである可能性は高い。なお、宮城道夫は日本風キリジにこの映画に接しており、随筆の中でパデレフスキの演奏を絶賛している。一方、政治家としてのパデレフスキの評価は、 丸山真男が平凡者、政治学辞典の中で、パデレフスキーのように、何ら政治的資質と関係のない性暴、だけで、リーダーシップの地位にのし上がることも起こりうるとして、挙げているが、ただし、ここでの丸山は、パデレフスキーの一連の政治キャリアを知ってか知らずか、完全に無視しており、全く言及していない。パデレフスキー y s p 6 o n の伝聞情報が、多くの日本人に広まってしまい、 パデレフスキ研究に基づいた正確な事実関係が現代の日本にも広まっているとは言い難い。パデレフスキの SP 録音は日本でも当時から入手でき、プロアマ問わず高い人気を誇っていた。2016年、日本パデレフスキ協会が設立された。ありがとうございます。